今からね、ここから行くとね、美味しいお店があるんですよ。ちょっとしばらく歩くけどね、どこ行こうかなと思ってね。それじゃあね、その着いたお店でね、気分で決まったお店で、そこでまたねお話聞いてください。万歳大家でございます。皆さん、滑舌爽やかな、ずんだもんだよ、滑舌ダメダメな万歳大家さんをダメ出しに来たのだ、枝豆。滑舌爽やか万歳大家、弁天市場の方に来ましたが、こういうのができてますね。これね、ホーチミンシティメトロだけど、これまだね開通してないんだけどね、はい、これからねお店行く、お店決まっちゃいました。こっちが弁天市場ですね。はい、ここまで歩いてきましたよ。そんで、あー、ここ廃墟だね、このビル、前のビルね。こういうのはよくあるんだよね、プレビルドのせいでかなんか知らないけど。ニューラン、テトはもう終わってと思うんだけど、1968年、ニューランでいただきます。ここはね、東京で行ったら魚山酒場、ホーチミンで行ったらニューラン、万歳大家の天国なんでございます。はいはい、右側このジュースのコーナーね。お早い、もう出てきた。バイミー混ぜたやつ、バイミータプカン、絶対作り置きだこれ。それでここはね、あの万歳大家のね、ベトナム料理を知った貴重なお店ってことでね、いろんなものいただけるんですよ。これ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 、何しようかな。あ、バンカンクワージュフィル、バンカンクワーいただいてみようかな。ここのバンカンクワーでジュースなんだけど、あのこういったね、あの果物ジュースってね、ここに 上にね、あのタプカムがあるけど、あの混ぜると美味しくないんだよね、単体の方がいい。だからこの下の方がね、ダウボーダウ、ストロベリーがダウなんだね。カム、ソイ、その下ミックスとスムージー、スムージーもいいけどね。これいきます、オレンジマンゴー。今ね、これ日本で切るって言いながらね、ここで来ちゃってんですよ、ほら。それでね、これね、なんかすごくね、汗ね染み込んで、それで風でシャワシャワして、吸湿性がめちゃめちゃいいんですよ。今回は忘れてなかった、来ましたよ、これね、オレンジとマンゴー2万ドン、100円ちょっとです。めちゃ、これがねベトナムだよね。それでこの中でいただける喜び、これがね、おニューラン、おー、オッケー、フーティー、フーティーの、汁物、初めてですね、フーティーの汁物って。あ、それがこの店なんですよね、新たなねベトナム料理を知るというね。というわけで、あ、めちゃめちゃ暑い、暑い、めちゃめちゃ暑い。ちょっとだけ、あ、これフーティーじゃない、これフーティー、これミーコアみたいだけどね、なんでもいいや。だしはね、もうね、ここ何食べても美味しいよね。暑すぎるので、そういう時は草ぶち込み、草ぶち込み、このあのさすがにね、ジュースはねぶち込みませんよ。草 100% ぶち込みです。このね、もやしもね、ある程度ね、あのスープに浸してからいただいた方が美味しいですよ。完全生なんですよね。タイにも生っていうのはあるけどね。はい、あい、ぶち込み、ぶち込み、ほらほら、これでなんかハノイ風になったでしょ。緑色が多い、緑色が多ければハノイ風なんてね、そういうこと言うつもりありませんよ。うん、いや
久しぶりにねここでいただけるっていうのはねすごく嬉しいです。バインミーニューランです。実はここ桃源郷なんですよ。ここら辺あたりのガーリックとかねこの辺をねちょっとねちょっとトッピングしますよ。これ辛すぎるのでこのガーリックだけ、はい、ガーリックだけちょうだい。隣のね白人のね女の子2人はバインミーしか食ってないんだよね。ここバインミーだけではダメなんですよ。他のねもの食べないとねとマウント取ってみるというわけです。まあバインミーだけでも美味しいんですよ。だけどねミスミス宝を横目にしてそのまんまね、まあ、宝には違いないんだけどそれでそのまま帰っちゃうっていうのはねまあ人それぞれですけどね好きなようにやってちょうだいよ。何これ、これちょっとかけてもいいな。これ多分ベトナムの魚醤ね。ほい、これもねヌクマムなんだろうけど多分いただいてみます。それじゃあいただきます。家系だけが麺類じゃないよ。リフトアップ、もう一回言うよ。家系ラーメンだけがね麺類じゃないよ。じゃあニューランバインミーもいってみます。パクリンチョ、はい、バイクのグラブの人に送ってもらいました。1万4000ドンだったけど2万ドン上げました。さっきのグラブなんてで3万ドンかける2だったんだからね。いやー、それでまたこのチミ毛量の宿に入ります。はい、宿に泊まったらね夜はねこのクワンウウっていうところ高いんだけどね、で入ろうかなと思ったらねこれビアホイのビアホイできちゃったので、でもねクワンウー行くつもりなので今日はねお根継ぎします。今日は夜なのにそんなに混んでないのね、いつものプレミアムビールいただきます。香りが強くてすごい美味しいし、これのねプレミアムケーラーLA、今ね時間は、ね、11時までやってるこのお店ね。はい、サラダ登場。このサラダまたね大きいんだ。ほらプーチン氏のねお顔もね比べてみるとこっちの大きさがね際立ちます。いただきます。サラダつまみにビール飲んでます。この次ね赤ワイン飲んでみようかな。ここで初めて。いや音楽うるさいけどねここねこれ一杯ね1万5000ドン、これ安いですよ。やっぱりクラフトビールだけじゃ物足りなくなって新しくできていたビアホイでも飲んでみたのだ。隣のお店でやめようと思ったんだけど飲んでます。1万5000ドン、80円ぐらいかな、90円ぐらい。メニュー見直すとねコップ1杯1万5000ドン、それでね2リットルの弾丸ビールが13万5000ドン、これも安いっすよ。15万ドンで安いなって感じなんだけどね。いやビールが安いのでねビール2杯だけって悪いからこのね牡蠣のねなんちか炒め物ちかなんちかね。これは牡蠣ではなくて貝なのだ。ダナンでも貝をいただいたのでまた注文してみたのだ。さっきねサラダしかいただいてないんでこれもいただくことしました。はい、ホーチミンの夜を楽しんでおります。一人だけどね気が楽でいいや。滑舌爽やか、まだ酔っ払ってない。そうだったよね、ビアホイってね飲んでる途中でねグラスがほとんどビールなくなったら自動的にこれが出てくるっていうね、これハノイでもそうだったよね。いいんですいいんです、でも2杯ぐらいにしとかないと夜ねトイレトイレ。はい、貝が届きました。なんかちょっと高そうな感じするんだけどいただきます。ということはビールこれ飲んでまたもう一杯みたいな感じ、ビール3杯いいんだけどね。はい、このお店ビアホイハノイ、ウアン
ウンの近くにできたビアホーヘアノイ、ビアホーインが、コップでグラスで3杯それで貝のねちょっと大きめのあの貝のね美味しかったですよ。あ、甘くてね、甘なんと言ったらいいのかな、あのベトナムテイストですよね、ちょっとねあの貝だからあと心配なんだけど、それでいいんかいみたいな感じなんですけど、それでね今見たらね日本円で522円なんですよ。いやこれはねあの0 2つ取ってかける、あ割る2だから、まあ、600円ですよ。600円。それにねこのねあとニャンゴちゃんがいると最高なんだけどね、ニャンゴちゃんいねーでやんので、そこをもうちょっとして右に曲がればもう宿なんだけど、ここはそういう感じで素晴らしいお店が、もうあのねビアホイの店ねお客さん全然いないのね、1万5000ドンのビアホイもっとねいろんな人行ってちょうだいよ、あの応援したくなります。すごくね家族的でね、お母さんがいて娘さんがいて子供さんがいて、それお孫さんだよね、うん、いい感じ。明日も行きます多分。もうだからあの隣のねあのお店が、わあこれすごいね、めちゃめちゃ長く続いてるねこの障子。明日もちかね、あのこの宿に泊まってる間はね、あのウには申し訳ないけど行かなくて、あサラダ美味しかったですけどね、量も多くて、あのビアホイに通うことになりそうです。冗談じゃなく本当に毎日通ったのだ。ベトナムのビールは最高、食べ物も最高なのだ。いやーホーチミン最高、今はそんな実感です。あの随分ねあの最後のバスターミナルから離れちゃったけどね、安宿でね、それで変なね、あ変なしたらちょっと悪いけど若いね大丈夫かいみたいなね白人の人たちが、ね、安宿にいっぱい来るっていうことは、まあこの人たち一体どんな人たちなんかなとかね、ちょっとね懐疑心起こっちゃったりするようなね、そういう場所なんですよ。この通りのすぐ右側なんですけど、こんなとこ泊まってる日本人万歳ぐらいなんだけどね、万歳上しかこんなとこ泊まんないんだろうけど、それはそれでねホーチミンの楽しいひとときでした。じゃあ次はここにはいないニャーゴちゃんコーナーでーす。こっちグアさんでした。似たようなのが2匹いるんだよね。でこれが娘さんです。いわゆるセブンニャーゴちゃんです。セブンニャーゴちゃんが入り口の方向かっております。でこっちがお母さんと